耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非情な男なのさ、黒手の陸ってのは。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一ひらを斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。武渡瀬前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、番の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひと突き、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船出。こと切れる前に陸は柱の鎧を壱岐の伊豆国家へ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が凶を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。
陸の患者だ。いつでも足立家を頼られる酒井殿の息子とあらば、お前は我が子同然だ。足立家はもう終わりだ。必死に助けようとしたが、政子殿、恩美の咎ではない。猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い、みんなに何してるか知ってんだよ。ベンダーマスハルバッバイスロケクチャハルタハノイ。逃がしてやる。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主ミナトか。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主はリクの手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になるとリクの気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな、あんたのためだ。我が物、心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。
リクはメシーダと聞いた。光をたどるほどならば見えたのか、または猿が助けたか。
この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。真っ暗だ。火をつけたいが、火の矢が役に立つな。何者かの踏みだ。
財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。飯であろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。さて、外へ出るか。その鎧、下にお似合いですな。
在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸のむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。たりとなるか、頼りとなるか。天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた？気にすんな。それより補給船だ。船は密やかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、
それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。ある海賊の幻に苦しんでおる。舌が回り、腐った貝のような息を吐くのだ。そして物欲しげに俺の太刀を見る。笑える、侍にしては。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。しまうぞ。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！桜のどこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい、侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが主情のためだ。
グエルさん、おい、不動くちゃ、ハッパではない。Yeah! Faster!
ずいぶんと遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木屑になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。そしていつかこの因果を断つ。
早く動いてたい。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、坂井陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後で寄れ。きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。